メットライフドームからお伝えしてまいります。阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。さあ、そしてバッターボックスには清田が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、先制のチャンスです。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですね。はい、甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。これはまた真ん中へ。変化球が頭にあったのかもしれないですね。なるほど、ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。さあ、そして打席には村上が入ります。さあ、チャンスが続きます。いい感じで繋いでるので、このまま先制点を奪って主導権に。打った、スタンド一直線、ライトに入った、ホームラン。先制のスリーランホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり、メットライフドームのスタンドに消えていきました。タイガースが先制しました。3対0。頼れる4番の一振りでした。5番バッター、ビシエド。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。打ちました、痛烈、これもファウル。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスには6番中村、先ほどの打席でヒットを放っています。田浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。真ん中打ちました、これはスタンドへ、切れました、ファールボール。3球目は何で来るか。打ちました、この打球はフライになっています。ファーストが構えます。掴んで2アウトです。バッターは今日 DH に入っている中田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。2アウトになっています。空振り、打った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース4対0。ここ一番の集中力が光ります。その差4点。6番バッター中村、今日は盗塁を1つ成功させています。フォアボールのランナーが出ています。痛烈、わずかに右に切れました、ファールボール。危ない球です。インコースを厳しく攻めます。引っ張った、ヒットになった、二塁へ送球する、アウト。ここは二塁をアウトにしています。バッターは DH 中田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでした。打った、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、センターオーバー。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。
バッターボックスには代打の甲斐。まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。2球目打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース6対0になりました。タイガースなおも、小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは9番。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね、はい、石田まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。打ちました。取りました。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って根本。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。さあ2球目は何か。インコース空振り、あっという間にツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、リリーフを仰ぐということが主流になっている中での無四球完封ですから、これも相当評価していいと思いますね。ベンチの大きな期待に応えました。勝ったタイ、東京ドームからお伝えしてまいります。阪神タイガース対広島東洋カープの一戦です。解説は西俊久さん、里崎。さあタイガース、一打先制のチャンスです。
まあやはり先制点を取れると気持ちも楽になりますからね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには加藤が入っています。真ん中打ちました。ファウルになります。打ち損じてしまいましたね。そのようですね。引っ張った。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。見事なタイムリーヒット。バッターは今日 DH に入っている中田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振は初球打ち。ここは打ち上げています。田村抑えてワンアウト。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには柿沼、そして塁上には吉田。まあここは盗塁でもいいですよ、はい、さあここはスタート。バッターボックスには代打の甲斐。ワンアウトになっています。打ちました。スタンドには届きません。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー三塁二塁。初球は何で来るか。打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく。入りました。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース7対0。いや速い打球でしたね。あっという間に。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるカープの攻撃。打席には2番バッター塩見。今日は盗塁を決めています。タイガース大きく点差をつけて6回を迎えています。里崎さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあコントロールミスなく相手の苦手コースに投げ込んでいくことでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウト。バッターボックスは3番田村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制。一塁はセーフ。ノーボールツーストライクです。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには4番松田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナー一塁です。次が2球目。外外れてボール。インサイド空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。これでツーアウト。バッターボックスは5番伊藤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナー一塁です。速いボール膝元決まってストライク。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。バッターボックスは6番吉田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これは一塁側のスタンドに入ります。これは切りました。ファールボールです。バットに当たりません。三振。ツーアウトになりました。バッターボックスには指名打者の中田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。空振り。2球目は何で来るか。しっか
かり捉えた。センター下がっていく、下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。中田ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁。カープピッチャー打席には1番バッター甲斐。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤打った。大きな打球になった。レフトセンター下がっていく、下がっていく。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督と。東京ドームです。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズのゲームです。さあ、そしてバッターボックスには清田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。引っ張った高いバウンド、サードゴロ。外崎一塁送球、アウト、ツーアウト。つながらなかったですね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。はい。初球打ち、高い打球、ライト突き刺さった。先制のツーランホームランです。タイガース白球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。初球でした。思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。さあ、タイガース得点圏にランナーを背負った場面です。試合を優位に進めていくためにも無失点で切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。さあ、そのマウンド上の浦野、どういったピッバントしました。あっと、上げてしまった。掴んでアウト。決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁と変わっています。まず何を投げてくるか。まず際どいコースをついてきました。落としてきた。しかしバットは止まっています。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。このピンチ見事三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ランナーは変わらず。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあ、この場面で打席には2番の中島が入っています。外のボール打っていった。高く上がった。ファールグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト。反撃は許しません。7番バッター中田。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ、大量リードですが、ここはまたチャンス。切れていきます。ファウル。打ちました。痛烈な打球。切りました。ファウルボールです。
ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁一塁と変わります。初球は何から入ってくるか。打った、ライト下がっていく、下がっていく、ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライト、打順は1番に帰ります。バッター中谷、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルです。ファールボールにご注意ください。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、頭上入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。8対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、リリーフを仰ぐということが、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔。ここからクリーンナップへと入っていきます。痛烈、セカンドうまくさばいて一塁送球します。ツーアウトになりました。つなげたい場面でしたからね。引っ張った、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。バッターは今日 DH に入っている吉田。さあこれで決まるのか。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームに送球、レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。つながりましたね、いいと思いますよ。さあそしてこのチャンスで打席には6番の中村が入っています。さて赤星さん、この中村、低め打った、高いバウンド、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。
さあそして打席には峰井が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですよね。ここでコーチが声をここで声をかけました。さあここはゲッツーを取るようなピッチング。このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。さあそしてバッターボックスには伊藤が入っています。さあツーアウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですね。外のボール打った、これは大きいぞ、同点なるか。入った、ホームラン、伊藤同点スリーランホームラン。さあクリーンナップ3番です。強い当たり、セカンド正面、抑えた、一塁へ、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。ランナー進みましたからとりあえず最低限の仕事はしましたよね。まあ彼は勝負強いバッターですから非常に期待がかかりますね。ここは犠牲フライで OK ではあるんです。センター前へ抜けていく、サードランナーホームイン、タイガース勝ち越し。小宮山さん、9回も続投です。粘りの投球続いてますね。まあそうですね、もう本当にいっぱいいっぱいのところだと思うんですけどね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。これが3球目、打ちました、ファーストゴロ、取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは7番伊藤。まあここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。さあ3球目は何か。3球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。さあこの終盤で同点のランナーを1塁に背負います。バッターは大和。まあここは1点を取りに来るでしょうからランナー進めてくるでしょう。なるほど、そうですか。まあ牽制の上手いピッチャーですから。外の球打った、高いバウンドになった、サード取った、一塁アウト、ツーアウトランナー二塁。さあここでベイスターズダイソーを送ります。セカンドランナーは楠本、ヒットでランナーが帰れば同点です。さあそして打席には関根が入ります。ここでこのバッターはバッテリーとしてはきついですよね。さあここで空振り三振、ここは投げ勝ちました。試合終了、タイガースが僅差で勝利を収め。
阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、まずはタイガー。さあ、そしてバッターボックスには中村が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。打順は8番大和、チャンスが広がっています。さあ、タイガース一打先制のチャンスです。これが2球目、痛烈、これは破りました、センター前、バックホームする、ランナーがたまりました。2アウト満塁です。さあ、そして打席には片山が入ります。さあ、チャンスが続き満塁の場面、この流れに続いて先制してしまいたいですね。なるほど、そうですよね。打ち上げた、高い打球になった、掴んで3アウト、先制することはできませんでした。打順は下位打線に入っていきます。バッターは中村。いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、バックホームする、センター前ヒット。さあ、チャンスを広げていきます。さあ、そしてバッターボックスには大和が入っています。さあ、チャンスが続きます。まあ、しっかりつないでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は何か、打ち上げました、高い打球、ここはフライになっています。掴んで3アウト、先制することはできませんでした。バッターボックス大谷、タイガースヒットとフォアボールでピンチを広げています。さあ、点差を詰められたくないこの場面、ここでコーチが、バッターワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、大谷、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウト、さあ、そして打席にはビシエドが入ります。さあ、ピンチは続き満塁という場面、4球目は何で来るか、外れた、押し、1点返しました、ジャイアン。ここで打順は4番に回ってきました。が2球目、インサイド打った、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。さあ、そしてバッターボックスにはゴヤが入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、今度はしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですよね。しっかり捉えた、セカンドが抑えた、一塁アウト、ランナー3塁は変わりません。さあ、そして打席には甲斐が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この回で勝ち越しておければ非常に有利になりますので、いい当たり、落ちた、ヒットになる、サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース勝ち越し、5対1。最終回のマウンドに立つというのは、小宮山さん、やはり緊張感が違うものなんですかね。まあ、そうですね、もう本当にかなりプレッシャーもかかるような感じになりますからね。なるほど、三振になります。ワンアウトです。バッターは DH 大谷、アウトコース打ちました、ここはフライになっています。ピッチャーが構えます、取ってツーアウトです。4番バッタービシエド、3
先ほどの打席で押し引っ張った。これはどうだ、村上、これで3アウト、試合終了になりました。試合を制したのは
よく晴れた天気になりました。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。そして迎えるバッターは DH 野間。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ピンチをしのぎました。さあ1番に戻ってきました。バッター山田。次が5球目、打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット。1対0タイガース。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあこのくらいの回での追加点は終盤に効いてきますからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を、ここです。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあチャンスが続きます。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。送ってきた。あっと取ってアウト。決めることはできません。小宮山さん、ゲッツーを狙うには外れてフォアボール。これでワンアウト満塁。点差を開いていくか。貴重なランナーが出ました。チャンス。走ってきた。スクイズしてきた。一塁方向ピッチャー取った。これは際どかったが一塁アウト。甲斐見事スクイズを決めました。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。小宮山さん、サヨナラの可能性もありますが、ここは慎重に行きたいところだと思うんですが、どうですかね。中途半端に行くよりも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。確かにそうかもしれませんね。ストレート打った。一塁へ。一塁アウト。バッターボックス清田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックス中村。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。次が3球目。センターへ持っていった。ぐんぐん伸びる。入った。さよなら中村。さよなら。今ゆっくりとサード回ってホームに帰ってきました。サヨナラ勝ち。劇的な一発。この人からサヨナラホームランが